は、我らが伊達藩のベガルタ仙台対アルミレックス新潟の試合ということで、我らも応援の援護に参ったというわけでございまする。そうじゃ、そろそろ USB の武将隊の方々が殴り込んでくるかどうかと思ったが、今回15の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 
や、何もしておりません。お前というものはいつもいつも小さく前に私に知られないですか。いや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 、もうそうですか。はい、それでは親方様に言いつけます。いや、親方様にはご来月にお願いいたします。サービスイート。神田様、何を騒いでる。神田様、あれは、いかがいました。いえ、何もございません。はい、あ、親方様、親方様、一度その少女の、あ、はい、は、いくつの人がどうしよう。は、上杉軍出陣の準備整いましてにございます。よいと、我ら上杉軍、これよりこの国を盛り上げるための義の戦に赴く。そしてこれよりこのビッグスワンで行われるアルミレックス新潟隊ベガルタ仙台の応援に馳せ参じるのじゃ。ああ、皆の者、そしてアルミレックス新潟のサポーターたちよ、我が言葉に続け、運も天により、運は天であり、鎧も胸により、鎧は胸にあり、お通しが来い、手柄も足により、手柄は足にあり、死なんと戦えば生き、生きんと戦えば、死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり。上杉軍出陣じゃ。
こちらも頑張りました。貴様何も活躍しないだろ。ああ、すみません。いらんもの、大義であった。どうも、我らの木の内さん、これにて終わったわけではない。これよりは、このビッグさんの行われ、RBX 新潟が、デカルタ先輩も、応援に参るぞ。以上、幸せであるぞ。それは痛みよ。わしらも負けたわけだな。俺よりは伊達武将隊の歩みじゃ。さようでございまする。それでは我々も早速徐々に飛び立たるといたしましょう。さて、この後は伊達殿の演舞を、ぜひ見せていただきたいものじゃが、実に楽しみだ。上杉謙信殿は歴史後の竜、そして毘沙門天の化身と申し上げますが、奇遇ですが、わしも竜人となります。そうじゃの、お主、独眼竜と名乗ったから。